はい、おはようございます。今日はお米作りを行う際に、大変重要な分月について紹介したいと思います。はい、サイエンスラボの田んぼに来ています。サイエンスラボの田んぼでは今年の6月の7日に田植えを行い、今日でだいたい1月半ちょっと経っています。ご覧のようにたくさんの茎が出て、葉も長く伸びて、今取水口からは水を入れていません。先日の動画で紹介しました中干しのタイミングが始まっているというような状態です。先日の動画で中干しというものが稲に対して老化のスイッチをオンにする作用があるということを紹介しました。もちろん中干しにはそれ以外にも稲がその後根を大きく張り、長く張りまして、たくさんの栄養を吸収できるようにするとか、あるいは過剰な分月を抑制するというような効果があるということなども実際にあると思います。ただ実際に、では何のために行うのか、一番稲にとってどうなのかということを考えると、やはり稲がその後穂をつけ、最終的に稲刈りの時期に、倒れずに、実を実らせるためには稲が老化し黄色く変色して、倒れない稲になるという、そういった植物自体の老化プログラムのスイッチがオンになるという効果があるというお話をしました。中干しというものが目的がいろいろ言われていますが、そういう形で、過剰な分月を抑制する効果があるということだけは間違いないようです。分月というのは稲の根元から新たな茎が出てくることを指しますが、これは水がたくさん与えられている田んぼでは起こりますが、水がない状態では分月というものがなぜか分かりませんが、それ以上起きないということが分かっています。で、以前の動画で紹介しましたように、中干しをしたものと中干しをしなかったもので、その後の生育に大きな差が見られました。中干しをした方では黄色く変色し、黄金色の方が出てきまして、それによって全く倒れることない、日頃見慣れている稲穂が最終的に形成されます。ところが中干しをしなかったものについては茎も葉も緑色のままで、同じように穂が出てきますが、最後にはその穂の重みで倒れてしまうというようなことが観察されました。ですから昔から言われているように、中干しというのは非常に重要なものでして、やらない状態では稲が倒れてしまうと。ただ稲穂自体は出ますし、種もみも得られますので、美味しいか美味しくないか比較してみないと分かりませんが、とにかくその、中干しをしなくても稲の収穫はすることはできます。お米は取れます。ですがおそらくですが、植物体が枯れて、その栄養が稲穂に集中するということを考えれば、おそらく中干しをした方が美味しいお米が実るんではないかと、予想しています。そのように中干しというものがそもそも必要性があるのかどうかといった疑問からスタートした実験あるいは経験をもとに、中干しというのはどうしても必要なものであるということを私は考えています。ただ生き物が、水辺に住む生き物というものがほぼ死滅してしまうということなども考えると、ちょっと残酷なような気がしますが、農業、特にお米作りというものが、目的が何なのかということを考えた時に、自然農法を中心として考えていらっしゃる方の場合は、
生き物の働きによって稲を実らせるというようなこともありますので、場合によっては中干しはやらないんだというふうにお話しされている方はよく見ることがあります。まあ、そのように、まあ、中干しをやらなくてもお米の収穫はできるんですが、やっぱり手間がかかりますね。倒れてしまうとそこに泥がつきますから、後で、脱穀し、精米した後に石が購入するということがどうしてもあるんですね。贅沢な話かもしれませんが、自分で、作って自分で食べたお米の中に石などが含まれていると、それを他の方が食べた時にも同様な、まあ、経験をされているんではないかというふうに考えれば、やはり稲が収穫の時期に倒れてしまって泥だらけになっているというような状況は、まあ、やっぱ避けたいというふうに考えます。まあ、ちょっと前置きが長くなりましたが、今日は分月のついてお話ししたいと思います。分月というのは、先ほどからお話してますように、稲の根元から茎が新たに増えることを意味しています。で、稲の根元から茎が増えるとどういうふうになるのかというと、まあ、このようになってきます。で、増えた茎のそれぞれに、の中にですね、穂が形成されますので、茎が出た本数だけ穂が出てくるということになります。つまり、まあ、収穫量を上げるためには、まあ、たくさんの穂があった方がいいとすれば、分月というものは盛んになった方がいいと思われますが、日本の季節ということを考えると、いつまでもこの分月を続けていくというわけにはいきません。なぜかというと、いつまでも暑い夏が続かないからです。どこかで、実りの秋というふうに、まあ、気温が下がってくるわけですね。日照時間も短くなってきますので、どこかでその、栄養成長から生殖成長に切り替わって、収穫の時期を迎えなければならないということになるわけです。ここが非常に肥沃で、いくらでも栄養を吸って構わないという状態であれば、たくさんの分月が進み、たくさんの穂が実るというようなこともあってもいいかもしれませんが、実際にはまあそういうわけにもいきませんので、ある一定量の、まあ、およその茎の本数に揃った段階で、中干しといって、まあ、水を止めて田んぼを乾かし、それによって、過剰な分月を抑制するということを行うわけです。これが中干しですね。分月を抑制するための中干しをどのタイミングで行うのかということですが、まあ、およその目安が各いろんなホームページに載っています。まあ、竹が何センチ以上とかっていう、まあ、いろいろな基準もありますが、まあ、大まかに分けてやっぱり茎の本数がどの程度になったところという目安があるようです。ものによっては15本になった時に中干しを開始するというものもありますし、20本って書いてあるものもありますし、まあ、多い場合には30本弱になったところで中干しを行うというふうに書いてあったりします。ただこの本数がどのぐらいになった時に中干しを開始するかっていう話なんですが、これはですね、例えば20本だとしましょう。20本まで増えたら中干しを始めて、それ以上の分月を抑制しましょうというふうに言えますが、じゃあその20本っていうのは何本が増えて20本になったのかっていうのをちょっと考えていただきたいんです、皆さんにも。例えば稲っていうのは一粒の種もみから1本の苗ができるわけです。で、田植えを行う際には一般的には3本ぐらいまとめて植えることが多いようです。もちろん1本ずつ植える、1本植えというものもありますし、1本が分月を行い、そこからお米を収穫するということもできますので、手元の種もみが少ない場合とか、あるいは何かの理由によって1
本の苗を植えていく一本植えというのもあります。でただそれはそれとして、まあ3本の場合でも1本の場合でもある程度増えた時に、まあ、20本という仮定しますと、20本になったところで分裂を止める中干しを行うということになるわけです。でですね、稲というのは、まあ、稲に限りませんが、植物というのは相互性というものがありまして、例えば茎が伸びて葉っぱがつく際に、同じところから右左に2つずつ葉っぱが出るというのではなくて、1本1つ葉ができたら少し伸びてまた反対側に葉がつくということが一般的です。まあ、例外もあります。アカネと呼ばれる植物はなぜか知りませんが同じところに2枚の葉ができますが、まあ、一般的には右左と順番に葉っぱが出ます。で稲の場合は確かその主幹っていうんですかね、主茎か、1本の、まあ、茎に、5枚の葉ができると、その脇に根元から新たな茎が分裂によって増えて、でそこにまたたくさんの、まあ、何枚かかかりませんが葉ができると次の茎が伸びてくるという形で、まあ、大体要するにですね、まあ、1本の苗を植えると、まあ、右か左か分かりませんがこう増えて、その根元にまた増えて、でまたこう増えてこう増えてという形で、交互に、左右に茎を増やしていくというような様式のようです。ですからよくその中干しを始めるタイミングというものにその茎の本数が規定されているということはちょっとどういうことなのかなと思う時があります。というのも例えば初めに3本植えたとしましょう。で今お話ししましたように稲の根元から茎が交互に増えていくわけですが、水が溜まってますので、そのタイミングのずれとかはっきりわからない時もありますので、まあ、だいたい真ん中に1本あってその左右に2本ずつ交互に、1本2本1本2本と増えていくというふうに考えると、1本の茎からまあ見た目ですが3本になり、まあ、両側に出て1から3に増えますね。でその先、まあ、1からこう3に増えて、でさらにその外側に増えて5本になっていくと、まあ、1、3、5と、まあ、奇数の本数で増えていくように、まあ、外からは見えるわけです。それでですね、例えばその初めに何本まとめて植えた場合に20本というふうな規定があればいいんですけど、実はそれがほとんど曖昧です。1本からスタートした場合、例えば、まあ、これ1本からスタートすると1、3、5、7、次が9、11、13、15、17、19と、まあ、要するに、奇数の回数分、まあ、20本に到達するためには分月の回数が非常に多くなければならないわけですね。ところが3本を植えた場合に、同時に植えた場合には最初から3本ですから20本に到達するためには非常に少ない分月の回数でその20本に到達するということになるわけです。まあ、もっと極端な話をしますと、最初から20本まとめて植えたとしましょう。そうすると分月させるまでもなく最初から20本なんですから、すぐに中干しをするということになるのかなと思います。ただ実際そんなことは行いませんので、てか想定してないと思いますので、まあ、田植え直後に分月中干しをするなんていうことはまあありませんから、そういうことではないんだと思うんですね。ですがじゃあどういうふうに稲の分月が起こるのか、それをちょっと見てみたいと思います。稲の分月様式を分かりやすく理解するのに、まあ、これがいいと思います。これはですね、
まあ、たまたまでしょうが、一本植えをしたものです。ご覧のように、茎が横一列に並んでいます。これは先ほど手のひらで紹介したように、稲の分月の様式というのは、最初に植えた苗、茎の両端に、茎が増え、さらにその外側に茎が増えという形で、横一列に増える様式をとっています。まあ、このように、1本しか植えてない場合には、1本から1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21と、1本からスタートして、21本になるまでに10回の分月が必要ということになります。最初に1本植えて、奇数の本数になっていくわけですから、1本の次は3本、3本の次は5本、5本の次は7本ということになりますよね。ですから1本が7本になるためには、3、5、7と3回の分月、3回と正確には左右交互に出てくるわけですから、3回ではありませんが、見た目で2本同時に両脇に出てくると仮定しましょう。そうすると、3回分月を行えば7本に到達します。すなわち、1本植えの場合は苗自体、1株で20本に到達するのに10回分月しなきゃいけないのに対して、3本まとめて植えた場合には、3、5、7ですね、3回分月すればその目的の20本に到達するということになるわけです。つまり、1本植えの場合は分月の回数を繰り返して20本に到達するまでにはそれなりの時間が必要となるわけですね。ところが3本植えの場合には分月の回数が少なくて、その目標である20本に早く到達するということになるわけです。これは先ほど言った極端な話、20本いっぺんに植えたらいきなり長干ししなきゃならないというようなことになるわけですが、実際そうではないですね。ですから茎の本数が20本になったらという目安というのは何を元にしているかというと、その、生育期間というふうになるんだと思うんですね。要するに、1本の苗が7本になった段階、要するに合計すると3本ずつ植えた場合には 7×3 で21本ですね。でそういうタイミングがいいんじゃないかということなのかもしれません。これがもしもう一回左右に茎が増えた場合は、一つ一つが9本ですから、9本ってことは草27、27本の茎になっている状態で中干しを行うと、大体20本から30本というのが目安でしょうから、そういうことになるわけですね。ですからどう考えればいいのか分かりませんが、その1本植えの場合と3本植えの場合というのは両方とも茎が増える分月を重ねていって、ある一定の本数に到達した時に中干しを開始するということだとすれば、1本植えの場合は中干しを開始するまでにかかる時間というものがおそらく長くなるんではないかと予想しています。さて、そうするとですね、その3本植えの場合というのはどういう状態かって、実は3つの別の個体が1つの株として、一緒に植えられているということになるわけです。1本の場合は先ほどお話ししましたね、こうなっていくわけですね。でこれが2本3本を同時に植えた場合というのは、このこういうふうに左右に分月したものが一列平行に3つ並んだ場合でも、それぞれが7本であれば21本になりますし、見た目なんとなくその一株にこういうふうにガッと増えているように見えるかもしれませんね。でさらにその先ほど示したように稲の分月の
様式というものが横一列ですから、それぞれの、その、まあ、要するにこういう一列がこういう角度だったり、こういう角度だったり、要するにずれが生じるでしょうから、3本を植えた場合というのは、なんとなく先ほど言ったようにこういうふうにガッとまとまって株が増えているように見えるのかもしれません。でも実際には3個体が共存しているだけで、実際には別々の株なわけです。まあいろいろ今日お話しましたが、要はですね、まあ茎の本数が何本ぐらいに到達したときに中干しを始めなさいという説明はあるんですが、それはじゃあそもそも何本まとめて植えた時の話なんですかということが書いてないので、これは稲の成長や稲という植物がどのように茎を増やしていくのか、どのように分裂していくのかという、まあ、植物の生育パターンをよく観察してそれに基づいて決めていく内容なんではないかと思うんですね。一本上の場合はこう一列ですし、二本であれば例えばこう直行しているんであればこういった分裂の面というものが直行してますしね。で三本であればさらにそうしたものが角度がずれるでしょうし、四本であればさらに多様な茎が根元から増えているように見えるかもしれません。まあ、お米作りっていうのは以前の動画でもお話ししましたように、比較的手間のかからない農業の一つだと聞いたことがあります。まあ、確かに苗を作るのも非常に大変ですし、田んぼの管理も毎日見に行かなければなりません。また稲刈りをしたらすぐお米が食べられるわけではなくて、乾燥させたり打穀したり精米したり、あるいはもうもみすりしたり精米したりという形で、なかなか手間がかかります。で収穫した後の稲わらの処理なども、今は大きなコンバインと呼ばれる機械で稲刈りと同時に脱穀が行われ、稲わらは細かく裁断されて田んぼにもう直接まかれるということが多いようですが、昔ながらのやり方を、まあ、踏襲している私たちは、その稲わらというものを、まあ、また田んぼに戻すためには脱穀しなきゃいけないわけですね。 手作業で、まあ、それもなかなか大変ですが非常に面白いものです。まあ、そうした、まあ、手間のかからないとは言い切れませんが、まあ、手間のかからないお米作りの中で非常に重要な中干しというものは、もう少しその、植物の、まあ、植物そのものですね、稲という植物がいかなる植物であるのかというものにもっと着目をして、まあ、小学校でも社会科で小学校5年生の時学びますが、その時にちゃんと、まあ、小学校2年3年生ぐらいで学ぶ朝顔とかひまわりとは違って単小植物であるということを実体験できる非常に重要な身近な植物の一つだと思うんですね。皆さんもご存知かと思いますが、草食植物と単小植物というのは随分違います。学校で習う内容としては、まあ、葉っぱの葉脈のパターンが、草食植物は網目状であるのに対して、単小植物は平行になっていると。でさらに、根っこですかね、草食植物は主根と側根というものがあると。すいません、一方で、単小植物というのはひげ根であると。他には維管束の違いでしたかね、草食植物の場合には茎の中に同心円状に、並んでいて、外側が枝幹、
そして内側が銅管というふうに配置されています。一方単小植物はそれがバラバラに存在しているんだというようなこともあって、新植物の進化系統的にやはり総小植物と単小植物というのは大きく様々な形質が異なっているという非常に典型的なものだと思います。今まあ小学校ではまあ総合的な学習という形で、まあそういった科目の域を超えて総合的にいろんなことを学びましょうというような形が増えているようです。まあ、ですからこういったお米作りというものを学ぶ際にはやはり小学校の理科で学んでいる、まあ、植物の体と働きという単元ですね、総小植物と単小植物の違いについて、まあ、丸暗記させるような内容ですが、やっぱり実体験を通して学ぶことによってよりその応用力や理解力というのが高まる可能性がありますし、また収穫した稲刈りの後に収穫したお米をきちんと精米して食べてみるというところまで行くことによって食育や家庭科のようなものを学ぶことにもつながるでしょうし、お米作りというのはやっぱり日本人にとって非常に重要なものですから、こういったものを大事にしていっていただきたいなというふうに思っています。今日はそういったお米作りの中でとても重要な中干しを行う際の基準となる茎の本数、すなわち茎が増える分月とはどういったものなのかについてお話ししました。いつも繰り返しお話ししていることですが、今私たちは非常に便利な世の中に生きています。生きていくために必要な衣食住の多くを外部に依存し、それらをまあお金によって手に入れることができる、まあ、そういった世の中です。南相馬は今から10年ほど前に発生しました東日本大震災とそれに伴って発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大きな被害を受けました。たくさんの人の命が失われるだけではなく、少子高齢化を含む地域コミュニティの崩壊や、まあ、様々な問題が発生し、その影響が現在でも続いているというような状況です。そこから、まあ、確かに大変なことは起きたんですが、学んだことが大きく2つあると考えています。1つは食とエネルギーの自給の問題です。私たちは生きていくために様々なものを我慢したとしても食べることだけは我慢し続けることが困難です。また生きていくためには現在では電気やガスや水道やあるいは自動車を動かすためのガソリンなど様々な形でエネルギーに依存した世の中になっています。エネルギーというものが原子力発電があるかどうかすら分かりませんが、やっぱり大きく依存しているものの一つだということが、まあ、明らかになったわけです。でもう一つあるとすれば地域資源の活用ということだと思います。でそれは、まあ、震災後都会との交流を続けていく中でやはり、都会にあるものないもの、それから地方にあるものないもの、それぞれが違いがあるわけですね。南相馬市では当たり前のようにどこの家庭でも普通に梅干しが作られていたり、ところが都会ではそういったものがそういった環境がありませんので、高いお金を出して手に入れなければならないというようなことがあるようです。まあ、そのように地域資源というのはいろいろあるかと思います。例えば自然とか産業とかあるいは歴史とか文化とかあるいは人物とかいろんなものがあります。南相馬市のように、まあ、都会とは少し離れたところに暮らす私たちが将来にわたってその地方都市を存続させ続けていくためにはやはりそこで暮らす人々が、自分たちが暮らしている町の素晴らしさをやはり理解し誇りを持っていく必要があると思うんですね。それがなかったとしたらみんな都会に
に憧れて都会に出て行ってしまうかもしれません。確かに経済的な違いとか利便性といったものでは都会に優れた点はたくさんあるかもしれません。でも両方知っていて初めてその違いが分かってくるのであって、片方にだけ暮らし続けていた場合にはそういうことは分からないわけですね。ですから都会を理解するためにも、この田舎で暮らして都会に出て、そしてその違いを理解してまた再びふるさとに戻ってくるというのが一番理想的なのではないかなと思っています。南相馬サイエンスラボというのは現在地域支援を生かした体験教育活動を行っています。先ほど挙げた地域資源、例えば自然であるとか科学であるとか、あるいは歴史とか文化とか、環境についても現在進めていますし、人物について取り上げることも行っています。やっぱりそういったふるさとの良さを理解するためには体験がやっぱり欠かせないんだと思うんですね。明治時代以降に作られた全国一律の教育方法では、なかなかそれぞれの地域の良さを理解するというものがちょっと不足しているかもしれません。ですから今学校では地域を学ぶための教育手法が多く取り入れられるようになっています。で、南相馬市ではそうした問題に早くから気づいていたからだと思いますが、南相馬市教育基本計画、基本指針ですかね、自ら学び、自ら考え、生き抜く力を育むまちづくりというものが掲げられています。ですから、南相馬市独自の教育として、真心教育というのが今、スタートしているところのようです。で、今日紹介した分月に関してですが、やっぱりお米作りは重要ですから、小学校5年生がお米作りに取り組みます。バケツ舟を使って、お米作りに挑戦するわけですが、そこでやっぱり学べる内容というのは非常に多いんですね。先ほどもお話ししましたように、理科の総称植物と単称植物の違いを学ぶこともできますし、実際に自分が食べるためのお米を育てるわけですから、家庭科的な、食育的な目的も達成することができるでしょう。でも、そうした一つ一つの体験がやっぱり重要なので、それを例えば、何ですかね、タブレットを使ったり、ネットワークを活用して、いかにも田植えというものを映像で理解しようとしても、やっぱりその屋外に出て自分で、その苗を持って植える、そして鎌を持って稲刈りをする、そしてそれを食べて感動するというものは、そういった、バーチャルなものでは置き換えることができないものはたくさんあるんだと思っています。私たちが、そうした、学校のカリキュラムの中で不足しているのではないかと思うようなことを、代わりに担って学校教育を下支えするために、今活動を続けています。そうしたことが今、南相馬市が掲げている100年の街づくりというものに貢献していくことができるんではないかなというふうに思っています。今から200年以上前に、実は南相馬市は奥州中村藩という、伝統ある藩の一部でした。そこでは天明の飢饉や天保の飢饉によって多くの人々が命を落とし、そして復興のために優れた藩主や優れた家老、家臣、そして領民の皆さんが一致団結してことに当たりました。主に加賀藩から浄土真宗を学んだ門徒さんが多く移民として来てくださったことや、報徳志法を導入することによって、全国で一番報徳志法によって復興が進んだところが、地域が中村藩ということになっているそうです。ですから、そうした先人の知恵を学んで、我々が今後どう生きていくかという指針作りに応用できるというのが、この我々が持っている
地域資源の活用そのものなんだと思います。まあ今季節は7月24日ですから、そろそろ夏休みが近づいてきています。新型コロナウイルスの感染拡大が叫ばれていますが、それもやはりデータを見て自分で理解することが欠かせないのではないかと思います。さて、この時期になりますと、福島県の方で、地元の NPO 法人向けに、こういったチャレンジインターンシップというものの受け入れ先を募集が始まっています。チャレンジインターンシップは、この資料にありますと、福島県在住または本県出身の学生が復興支援活動を行う NPO 法人の活動に参加して、福島県の復興に関わり、地域の課題解決などについて学び、体験する機会を提供することで、福島への愛着心の醸成及び若者の県内への定着を目指していますとなっています。先ほど南相馬市が掲げていることと同じような内容ですね。私たちも今年初めてこのチャレンジインターンシップに申請をしようと思います。私たちが行っている体験教育活動の重要性を皆さんが一緒に参加することによって、自分たちがこれまで学んでこなかったことを理解し、そして今後の生き方などを考える上で、自分がどのように今後の人生設計を考えていくのか、そのきっかけ作りには十分なりうるものだと思います。もしそういったものに、この動画を見て、応募される方がいらっしゃいましたら、ぜひNPO 法人南相馬サイエンスラボのホームページなどを見て、チャレンジインターンシップに応募していただきたいと思います。今日は田んぼの、お米作りで重要な中干しに関わる分月について紹介しました。今後も季節が移り変わっていきますので、いろんなことを紹介していけると思います。ありがとうございました。